ちゃう。はい。私ときめきエクスプレスボーカルアイリが お送りいたします。いつもより気分をリラックスさせて45分番組にお付き合いください。この番組は TV ライブオンラインが目黒駅から全国に向けて配信する参加型公開生放送番組です。場所は、JR 目黒駅から徒歩2分のキッチンバー、新目黒茶屋さんにて放送しております。放送中は番組の観覧がこちらでできまして、視聴者の皆さんとのチャットでのコミュニケーションもできますので、もしよかったらチャットでインしていただいてですね、いろいろ絡んでいただければ嬉しいなと思います。過去の放送も YouTube でリラックストリームで検索していただくとたくさん出てきますので、ぜひぜひ見てみてください。本日はゲストさんの紹介コーナー、みんなで歌う生歌コーナー、リベンジ心コーナーにて進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ということで本日のゲストを紹介したいと思います。じゃーん、田中圭一郎さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんばんはじゃないね。こんにちはですね。この時間に。そう、まだお昼だもんね。そうですよ。初めていらしていただいて。初めてだよ。どうですか大丈夫なんですか、私で。大丈夫ですよ、もう念願の念願のいや、なんかこう笑っちゃってるよ。いや、違うんです、うん、お願いして来てくれる、うんってなかなか難しいじゃないですか。あ、そうかもね、うんうん、でもなんかこう僕最初こうちょっとこうお手伝い、楽器弾いてくださいみたいな感じだと思ってたんですけど、はいはいはい、まさかこんな僕一人で呼んでいただけるなんて、はい、もうなんか歌ってくださいみたいな、もうドキドキでも、はい、今日はその田中さんの汗だくです、はい、汗だくですか、はい、魅力に迫っていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。初めて見る方も多いと思いますので、うん、まあ、ちょっとした自己紹介なんぞ。はい、自己紹介、はい、あ、なんだろう、田中です。田中はギタリストです、そう、あの、サルパラダイスっていうバンドとかウツボってバンドでギターを弾いてたり、あとは、東新宿にある真昼の月夜の太陽っていうライブハウスのなんかこう、あれです、あの、偉い人やってます。偉い人やってます。偉い人偉い人呼んじゃいましたけど、偉い人呼ばれちゃった、ね、今日は大丈夫なんですか、ちょっと中抜け的な。あ、もう、あの、大丈夫です。大丈夫です、はい、偉いんで、偉いんで、なんてすごい。いや、今日はですね、あの、前回10月のライブの時に、はい、あの、私ときめきエクスプレスじゃないスイートっていうバンドで、うんうん、あの、何回か呼んでいただいて、
そこでサルパラダイスもつぼさんも見せていただいたんですけど、なるほど、そうだったね。まあかっこいいですね。いやなんか心が踊る音楽って私すごい音楽の、狭いんですよ、ストライクが、うん、なるほど。もうさっきいろんな音楽好きだっておっしゃってたけど、うんうん、私全然そんなことなくて、うん、ほぼ嫌いなんでほぼ嫌いで大丈夫ですけど、ほぼ嫌い、好きなところがすごいストライクなんで狭くて、うん、その中のもうストライクなんですよ。あら嬉しい。いやすごい、いやこんな音楽に巡り会えたことにすごく幸せだなと思える。でも僕もスイートさんとか徳光さんがドストライクですよ。本当ですか、うん、広そう、ドストライク、うん、そう、めっちゃ広いよね。めっちゃ広い、外角いっぱい入ってますけどね。そうですよね、うん、いやなんかだからすごい音楽ね、広いじゃないですか、もう、うん、もう360度あるとして、うん、私は多分これぐらいしかないんですけど、幅が、うん、好きな幅が。だからなんかライブハウスとかで働けないなと思うんです、うんうんうん、もうしんどいんですよね。なるほどね。好きな音楽はすごい嬉しいけど、うん、そうじゃない時の苦痛がやばくてそんなこと言っていいの？いやいや、たまにあるじゃないですか、合わない。分かるよ、分かるよ、うん、だからすごいなと思って。ありがとう。でもね、うん、あれです、嬉しいです、そんな、うん、こんな素敵なミュージシャンにそんなこと言われるのはね。いやでもサルパラダイスさん の、 あのイベントに呼んでもらった時の人たちはやっぱりみんな好きだったんですよ。本当、はい、あそういうのはまた店のスタッフとして嬉しいね。本当ですか、うん、だからやっぱりこういいなと思う人たちが呼ぶ企画の人たちっていいなっていう、うん、なんか単なるブッキングじゃなくて企画でってなると、うんうん、なるほどね。なんかすごい楽しかったなと思って、この間はたくさんビール飲んじゃったし。そうだね、酔っ払ってたもんね。酔っ払ってました、もう帰り暑いと思いながら帰りましたけどね、メインはあれなんですか、サルパラダイスさんのことですよね、うん、そうですね。そんなこともないんですか。何が、あの比重というかこの活動の多さは。あ、僕あどうでしょうね、あんまり意識してないけど、はいはい、決まってるスケジュールを楽しくその時に集中してやってるっていう。でもまあ実際サルパラダイスのスケジュールが一番多いかも分からないですね。そうですよね、うん、企画100回とかやってましたもん確かにそうだね、企画100回なんてほど遠いですよ。まあね、でもそうだね、月1本ぐらいやって、もう僕ら15年ぐらいやってるので、15年って言ったら、生まれた子が高校生ですからね。そうですね。15年やるっていうこと、いろいろありましたか？いや、もちろんあったよ。もう、なんちゅうんだろう。本当に、一番やばかった、あ、まあ、これちょっと放送できないかもそうですね、そうそうそう、あのこれ YouTube に永遠に残るので。そう、飲みながら教えるわ、それは。じゃあ今度、うん、飲みましょう、じゃあ。そんなバンドっていろいろありますからね。そう、それそうよ、もう大人ですからね。そうですね、うん、でもその、真昼の月夜の太陽さんで偉い人をやっているということなので、もう日々忙しい感じですか？いや、そんな毎日暇ですよ、うん、YouTube ばっか見てます後ほどあのおすすめ YouTube、そう、ね、言ってもらうんですけども、うん、めちゃめちゃ衝撃でしたね。あ、本当？はい、いや僕はね、もうずっとそこから、まあ、まあいいや、もうこれもねちょっと向きになって話しそうで、時間、今日4時間番組ですよね。4時間番組なんで、4時間番組、じゃあ話すと一個一個です、1時間ぐらい喋れる。そうだね、じゃあその流れでちょっと紹介していいですか？はい、いいです、お願いします。 YouTube がですね、うん、じゃーん、はい、こちら出た星モーツだ、怖いよ、ジュピターっていう風に言ってありましたね、うん、私もこれ見ましたけれど、うん、これすごいでしょ、これ、これすごい、これみんなも見てます、なんか、うん、あ、自分ってすごいちっぽけだと思いました、なんか。そうよ、もうマジ怖い、なんて怖い怖い怖いってなってくるよね。なりますね、うん、なんか僕子供の頃からサッカーやってるんですけど、はいはい、サッカーやってて、あの一番上手いと思ってたの僕はサッカー、はいはい、そして少年団に入ったら僕より上手いやつがいたの、はいはい、で高校生になったらってこうどんどん上手いやつ出てくるでしょ、はいはい、そういう感覚よ、もっとでけえもっとでけえって、もう地球なんてもう地球なんてもうマジで豆粒どころじゃないよね、もう微塵ですよね、本当怖い、これ本当これでちょっとびっくり。私あの先週スペインに行ってたんですけど、うん、スペインまでめっちゃ遠かったんですよ、飛行機で。どれくらいかかるの？もう乗り継ぎ入れるともう19時間とかなんですよ。19時間ドーハで乗り換えて、でもそれでわあ地球って広いなって思った後の、ね、この衝撃だったんでもうその気持ちをわーってなりましたね。本当そうだよね、太陽まで新幹線で行くと85年ぐらいかかるらしいからねやばいでもその太陽でさえめっちゃちっちゃいんですよね、うん、めっちゃちっちゃい、太陽なんてもう
こうクソですよ。いけない。いや本当これはね面白かった。でなんかどんどんでかいのがビュン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 出てきて、うん、一番最後に出てきたすっごい大きいやつが、はいはいはい、地球かけるなんか何千倍みたいなのが出たけども桁数数えられないぐらいの何千倍が出てそうだ、ね、と思いましたけど。本当だよね。ちょっともうでかすぎて見当がイメージできないっていう感じだよね。そうですね。そういうのはすごい、もうなんていうか、ね、衝撃でしたよ。それがさ、まあ、宇宙が箱だとしたら、はい、その中に収まりきってるとなると、うんうんうん、宇宙ってどんだけでけえんだって。マジ で、愛だね、宇宙は。深さで言ったらもう計り知れないほどの。すいません、ビールください。いや、ほんとそんな感じですよね。ちょっとなのでこれちょっとあの本当にこれは見れないんですね、皆さんはね。みんなお家で見てくれてるのかな。そうですね、お家で。あの星のこのままのタイトル引っ張ってきたんで、あ、なるほど、このまま入れていただくと出てきます。あ、見てほしいですね。ちょっとリンクも貼っときましょう、ちょっとブログに。そうだね。ね、うん、ご視聴あんなに熱弁した。YouTube ここから泡出てないですから。大丈夫大丈夫。向きになりまだまだあの、まだ大丈夫。次のまた YouTube もまた熱い感じ。あ、そっちにペース取っとかないといけない。そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっと巻きでいかないかなと思ってたんですけど。はいはい、巻きましょう、巻きましょう。まあまあでもね、あの1曲目にビートルズだったじゃないですか、はいはいはい、そのビートルズとの出会いは何なんですか、うん、ビートルズの出会いはお家にレコードがあって。レコード。そう、うちのお父さんがあのそう、レコードってわかるよね。もちろんわかるよね。黒いやつですよね。そうそう、黒いやつだけど、黒いやつ。レコードがあって、それ全部揃ってて、はい、それを子供の頃から聴いてて、そしてなぜかエレキギターがあって、それでなんかずっと聴いてたの、ね、お父さんもそれやってたんですか。お父さんもやってたかもしれない。 あったってことはね。そうですよ ね、うん、でもお父さんがすごい。あ、マジで。うちのお母さんはスナックのママなんだけど。素敵。いや、もし夜な夜なライブしてたら怖いね。ね、素敵じゃないですか。うちのおばあちゃんスナックのママです。あ、マジで。やべえじゃん。スナック浅間っていう浅間、ああの、ね、スナックなんだけど、うちの母親。うちのおばあちゃんはスナック演歌っていう。演歌みたいな。やばいな、もう。演歌ってすごい、ね。演歌めちゃくちゃ上手くて、うちのおばあちゃん。本当、はい、じゃあその血なんだね。いや、演歌全然歌えないですけど。演歌できるでしょ。初めて歌を人の前で歌ったのは、そのおばあちゃんのスナック演歌の25周年記念に、なんか孫が歌いますみたいなやつで。あ、マジ。そう、なんか歌ったのが最初の。あ、じゃあもうちゃんとステージもあるみたいな。そう、なんか、わかんないけど花束とかもらって歌ってたんで。うわ、すごいじゃん。なんですごかったんですか。多分、おばあちゃんにあげるやつを、うん、なんかこう、子供だからって言って、はいはいって、わーって言ってもらって。可愛かったのね、子供。同じ顔。いやいや、同じ顔ですよ。あ、やっぱり、それやっぱりね。いや、でもすごい目が悪くて、うん、あの、瓶底みたいな眼鏡してたんですよ。ほんともう。あ、それ。あの、何で検索すればいいんですか。その YouTube。 もう誰にも見せたくないと思って。ほぼ見せてない人、バンドメンバーとかとツアーとか行っても、うん、もうギリギリまでコンタクトして寝る直前にピッピョッておやすみ。それぐらい、あの、人が私に冷たくなると思うぐらい眼鏡がやばい。そんなの、もう本当見てみたいね。もうハロウィン近いからね。いや、仮想的な。仮想じゃないですよね。あの、本質に戻るみたいな感じになっちゃう。そっか。そうなんですね。また話それちゃった。何の話？何の話でしたっけね。ビートルズの話。あ、ビートルズ。そうそう。お家子供の頃から聞いてて、はいはい、そうそうやってずっとね、あの、聞いてたんです。耳コピしてたってことですか？耳コピっていうか、まあそうですね。きっと。うん。今もこの曲の歌詞。うん、見たときに、あ、こうなんだみたいな。そうかみたいな。今歌詞見ながら歌ったの間違えちゃったみたいな。見ないほうがよかったね。まとなしがありますよね。そうそうそう、うん、じゃあ耳で全部覚えてっていうことなんですね。そうだね、全曲歌えたと思う、子供の頃は。今もう何曲ぐらいあるんですか、ビートルズ。218曲ぐらいかな。わー、そうそう、またちょっと増えたのかもわかんないけど、いやー、まずそのうちの20曲ぐらいしか知らない気がします。うん、でも聞くとやっぱりこのコード進行だったりとか、うん、すごい素敵だなと思って、こう、なんか曲を書こうと思っちゃいますね、なんかこういう。あ、本当、うん、そうだよね。僕はね、やる気なくなるね、ビートルズ聴くと。逆にですか。もうなんかリスナーに戻っちゃうっていうか、もうなんかすごすぎて、またダメだなっつって。ビートルズの、ごめん、もうちょっとまた俺向きになっちゃう。大丈夫です、大丈夫です。ビートルズのファーストアルバムずっと1位取ってました。はいはい、それ1位が、あの、落ちた、1位から3位に落ちたのかな、はいはい、3位に落ちた。はい、時に1位になったアルバムなんだか知ってる？え、わかんないです。キスですか？違うよ。
ビートルズのセカンドアルバム。まあかっこいい。2位は何なんですか。2位忘れちゃったけど、じゃあしかもまあまあまあそんなざっくりした話だけどね。素敵。素敵ね。まあすごい人気だったんですね。そうだね。アイドルですから元は。元はっていうかその当時のマネージャーにアイドルとして売り出された。もともとはすごいロックンロールバンドだったんだけど、ね、アマチュアの頃はね。なんかもうシルエットがやっぱり外人ってだけでかっこいいですよね。なんかそうそうね。もう、髪型も日本人がやったら多分面白くなっちゃうんじゃないですか。ホトちゃんみたいになっちゃうかもしれないけど。まあ確かにね、いやいやいや。今もずっと好きなんですね。そうだね。好きというもうレベルではないかも。もう血になってるって感じですね。血になって。なんかのアルバムでなんか逆再生するとなんだか。はい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 、はい。なんか違う。音になるみたいなのありましたよね、うん、そうそうあるね。そういうのよく流行ってたっていうかビートルズが作ったの。当時はレコーディングがテープでやってたから、テープをこう切って逆再生反対にしてそれを楽しんでるっていうか、もうそういう前衛的な作品も、ホワイトアルバムの中に入ってたりとか、ね、ギターソロを反対から弾いて反対回しにして弾くと、ね、なんか逆さまになってレコーディングしたとかありましたね。え、何それ、それ知らない。嘘かな、逆さま、なんかこう、宙吊りになって嘘さ、それ、初めて聞いたかもしれない。いや、違うかもしれない。違う人だな、なんでだろう、うん、なんかそれで、なんかいいみたいな。あ、ちょっと嘘かもしれない。そうか、そうか。まあまあ、そんなこともありますが、うん、じゃあ、次もビートルズ歌っていただけますか。あ、もう歌いますか。歌いましょう、はい。次の話もあるんで、ビートルズの次の曲は、Till There Was You。 これはね、実はビートルズの作曲じゃなくて、ミュージカルの曲なんですね。ビートルズのアマチュア時代から歌ってる、ミュージックマンっていうブロードウェイミュージカルの、中で出てくる曲で、そうなんですね。ポール・マッカートニーっていう人がカバーしたっていうね、はいはいはい、だから幅広いですよね、ビートルズもね。本当だ、うん、そんな、じゃあその、あ、だからですね、YouTube はポール・マッカートニーが一人で歌ってるやつを見ました。あ、本当？あ、そう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 、そうだね、ライブバージョン、ライブバージョン、ライブでもやってるからね。ね、このコード進行にはちょっと、わっ、キュンってなりましたけど。あ、本当？はい、やってみますか。はい、じゃあお願いします。はい、ワン、ツー、サン、はい。何ですか。歌うことないからね。本当ですか。緊張するね。すごい貴重、うん、
いや、いい歌ですよ。いい歌、もう一回歌おうかな。じゃあ、せーの。やめて。もう汗かいて、今、チューッと入ったわ。怖い。まあ、いったおかげで歌えるかもしれない。いや、No. これを選んだ理由は何かあったんですか、この2曲。218曲もある。そうだね。なんでだろうね。多分、あのよく話それていい、ちょっと、はい、ビートルズの4人で誰が好きとか、はい、ね、誰が一番好きとか言われるんだけど、あの選べないんですよ、僕。でみんなそれぞれが。でその時の気分で、じゃあ今日はジョンとか、はいはい、あの今日はポールが一番好きとか、うん、リンゴが一番好きって答えるようにしてるんですけど、そういう意味で歌ってくれって言われた時にパッと思いついた2曲を選んだ。もう全曲いいですよ、何でも。あの何でも良かったんだけどっていうね、なんかこうみんなが知ってるっていうよりか、少し多分私知らなかった曲だったので、なんか新しい出会いをいただいたと思ったんですけど、ね、なんか難しいよね、何がみんなが知ってる曲かっていうのもちょっと分かんなくなっちゃいますね。レッド・イット・ビーとかそういうことだよね。そうですね、レッド・イット・ビーとか。そうですね、そうか、失礼しました。いや、全然いいです。でもいい曲ですよ、とっても。いい曲。なんか難しいけど、入ってくる感じがありました。これ、あのオリジナルのミュージカルの曲も YouTube 上がってると思うので、ぜひ見てみてください。それではないですけどね、次の YouTube の。そうだね。YouTube、そっか。YouTube のおすすめは。ね、ああ、そうか。ちょっと見てみます。そのミュージカルは、あっちのお国の。そうそう、ブロードウェイのなんか外人さんが、そうそう、じゃあ見ても橋の上で男の子と女の子がこうなんか愛をささやくみたいなね。日本語版ないんですかね。日本語版あるのかな。なんか井上陽水さんとか歌ってそうだけどね、ふざけてなんかありそうだけど、なんかちょっと聞こえてきた気がしますよ、なんかぬめぬめした感じ、ぬめぬめした。そうですね、じゃあ、はい、ちゃんとせっかく時間をねあれしたので、もう一曲やりますか。もう一曲やります。ごめん。いや、詰めてごめんなさい。邪魔してごめん。いや、あの後でね、面白いその、YouTube の話があるんで、先にコーナー行きたいと思います。はい、コーナー行きましょう。じゃあ、リベンジ絵心のコーナー。絵心ね。絵心ですよ。でーじゃん、来ました、絵心。いや、田中さんのですね、絵心をね、聞いたところ、はいはい、かなりなもんですよ。新幹線を描いたら、バナナと言われたことがある。そう言われた、バナナの絵と勘違いされたぐらいの。なんで新幹線がバナナなのに見えるの。よくわかんないけど、あの流線形がね、あのこういう、子供の発想はいろいろね、やっぱありますからね、じゃあこれちょっとやりますか。空いてるところに、じゃあちょっと、わかりました。はい、ペンはこれいいのかな。あ、ペンもちろんです。絵心はね、あのチンパンジー並みのだと思いますけど、私は。いや、私もなんか人のこと言えないんですけど、なんか絵も好きで、ちっちゃい頃から描いてないと絶対うまくならないと思うんですよ。そうだね。でも描いた覚えもなくて、そうなの。ちっちゃい時からその女の子だったけど、なんかうまくいかないから、そういうものはもう別にやんなくていいよ。でも何でも器用にこなしそうなイメージあるけどね。いや、全然それはあの勝手なイメージですよ。マジか。そう、だからなんか、沼そうって言われることはあるんですけど、うまそう、でも書いてびっくり。マジでやばい。やろう、やりましょう。じゃあ、お題が本日4つございます。はい、じゃあこれを引いてもらって、いいですか、私が、はい、じゃあこれで、はい、じゃあ開いていただいて、いいですか。はい、でねーん、イルカ、やばい、イルカね、イルカですよ。やばい、これバナナとかなりの近いところが。まあ、これイルカをなぜしたかというとね、さっき星の話をした時に、はいはい、カメラマンの田中さんがイルカの話をすごくね、そうだね、あれちょっと興味深い話だったね。イルカは誰にでも昔から好かれているが、実は悪なんじゃないかっていう、怖い、ちょっとグリーンなんちゃらが攻めてきそうな。グリーンなんちゃらが書きますか。じゃあ書きましょう。 OK、 おしゃべりしながら。イルカ、あ、そうだよね、しゃべりながらね。そうなんですよ。イルカって魚じゃないからな。イルカ、哺乳類でしたっけ。哺乳類だね。なんか改めて考えると、手とかどうなってんだろうって思っちゃいません。そうだし、ちょっとイルカとバナナの違いが分かんなくなってきたぞ。色ぐらいですよね。色だよ、ね、もうでもこれはもうペンで書くしかないんで。イルカ、まあでも魚だもんね、早い話、見た目は。そうですよ、形は。で、魚に寄せれば。そうですよ。書き始め顔
顔は新幹線ですよね。あ、顔はそうですね。顔は新幹線だけど、新幹線もバナナに見えちゃうから。そうだね。おお。あれ鳥みたいになっちゃった。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あれ？ちょっと待って。やばい。あれ？待ってやり直した。ちょっと待って待って待って。これやばい。イルカだよね。あ、これはでも結構来てると思う。ちょっと待って、ちょっと。これは。あのうまそう。ちょっと名前を書いてもらっていいですか？え、イルカ。いや、あのイルカ。イルカって書けばいいですか？自分のです。今日やったよっていう。え、ちょっと書きたくねえなぁ。やばい、ほんとにやばい。さっきうまく書けると思ったのに。え、イルカちょっとお題がなぁ。お題がだとちょっとイルカは難しげ難易度高えわ。どっちから出します？ちょっと待ってください、うん、どっちがいいかな。あ、じゃあ、あやちゃん判断して。いや、完全にうちの方がいいと思います。あ、じゃあうちの方が、うちの方がダメってこと。え、ダメだから先に出した方がいい。あ、じゃあ俺いきますか。イルカはやっぱりはい、さっきも言いましたけど魚なんです、見た目は。はい。で、あの、なんちゅうかこう流線形で、うんうんうん、でこうこんな出てて、こんなね、あ、サメ？え、イルカは出てないの？イルカありましたっけこれ？あるでしょ。まあまあ行きますよ。はいはい、でもこれ子供が見たらイルカって言うと思う。いやー、どっちかというと。バナナと言うと。はい、せーの、じゃーん。どっちかというとクジラっぽい。え？ちょっと待って。これリアクションないのに寂しいもんね。いや、そういうもんですよ。そういうもんですよ。声が。え、でもこれ結構こでも可愛い。でもうちは本当さ、やっちまったかな。可愛い。すごくいいと思います。でも本当クジラかい。でもイルカって大きくなったらクジラなんでしたっけ？そうそう、サイズの違いだけなんだよね。だからいいんじゃないですか。そう、イルカだよね。歯はこんなにあの邪悪じゃないと思う。いや、でもほら、小アジとか食べるじゃない。ある程度歯がないと胃腸に優しいアプローチをしたんだけど。素晴らしい。そうでしょ。私本当やっちゃったんですけども。いやいやいや。あ、あ、ドン。でもこれはイルカだ。え、本当？ハトサブレじゃないよね。なんか鳥みたいになっちゃった。あ、でもこの口だ。口こういうこういうのやってるかなと思ったら口足みたいになっちゃって。あ、そっか。尺間違えてから。ちょっと待って待って待って。これどっちが？どうですかね。これあのアリちゃんのブログで投票してもらいましょう。恥ずかしい。めっちゃ暑いよ。いや、暑いわ。いや、もうちょっとうまく描ける予定だったんですけど、イメージは。そうだね。あ、でも、うん、やっぱりこう見ると、うん、まずこの口はいいね、うん、イルカっぽい。はいはいはい、ただフォルムは絶対こっちの方が素敵ですよ。うん、ただこのほら歯がないから、あの胃腸には優しくないよね。開いてないだけですよ。あ、そっか。もういいっすかこれイルカ。ちょっと下げてください。次次 次新しいの書きましょう。じゃあもうこれで。はい。いきます。はい、せーの。でねーん。宇宙人。宇宙人。来たよ宇宙の話。宇宙の話。俺どんだけ宇宙の。そう。俺宇宙のことばっか考えてんだから。もうペンがなくなってるよ。あ、こっちが。ちょっと待って。熱い熱い熱い。熱いよ。宇宙人はうちはでもね結構うまい方ですよ。あ、マジ？思う、すん、書いたの？書いてないですけど。書きます、宇宙人。宇宙人は縦書きだよね。そうですね、やっぱり。やっぱり目から書きますよね。え？あ、あのグレーを書いてるって感じ？はいはい、あの、捉えられた系の。そうです。それはなんか、あ、そういうこと？いや、自分がイメージする宇宙人ですよ。うん、そう、あ、なんか昔さ、はい、あの火星人はこんな感じみたいなさ、はい、あのそういう俺方面で言っていいかな。どうぞ。結構うまい、結構うまいぞ。ちょっと待って待って、俺絶句。絶句っていうか喋れなくなっちゃった。え、かわいいですよ。ちょっと待って待って、宇宙人って何食べんのかな、やっぱ歯描いてあげた方がいいの。そっか、宇宙人、そうだよね、うん、宇宙人、うん、そうだね、宇宙人、まあ、広く言うとね、
我々地球人も宇宙人なんですけれども、まあ、そうですね、まあ、ただこう人間の形ではない。そうだね、人間からやっぱ離れていった方がさ、まあ、そうですね、あの描こうとしてるグレー、はい、あれ下手するとなんていうかこう人間と変わりないみたいになっちゃうと思うよ。俺はこれもう完全に誰が見ても宇宙人っていうのを描きましたので。私古文を描きました。古文を、えまあいいかな。はい、じゃあ、今度私からお願いします。名前書いててくださいね。あ、そうか、じゃあ私の宇宙人、じゃーん。あ、どうですか、これは宇宙人だわ。これ宇宙人じゃないですか、全部目があるけど。あー、でもこれはさ、もうモロだね、上手だわ。本当ですか。これ鼻とかちょっとおすすめなんですけど。確かにこれは鼻こう、だって穴だけ開いてるみたいな。うん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 。これも銀色でしょ。銀色です。銀色のボディで。銀色のボディで。あ、これあの中野のブロードウェイの中行くとこういうの売ってますよね。あ、じゃあそれを見たのかな。あ、すごいね。これ古文。これ古文です。あ、え、どういうこと？もう星が違う人？だってこの子は目3つだし、うん、この子目1つだし、大きくなったらこれになるってわけじゃない。わけじゃないですね。あ、なるほどね。3種類ぐらいいるだろうな。なるほど。ってことは、これが親分ってことは、もうこの星とこの星は征服して古文にしてるってことだ。そうですね。悪いやつだ。これ大きいやつで、これも地球よりちっちゃいやつ。ああ、そういうこと。はい。ああ、これはでもほら、もう顔も丸そうだし、うん、だから手がちゃんとあるから、いろいろ。あ、悪いこともできんな。ボタンも押せる。ボタンも押せる。エレベーターも乗れるし。乗れるか。あ、これはね、確かにちょっと、はい、でも悪そう。愛理ちゃんの心の闇が見えるね。あ、そうかもしれないですね。俺の言っていいですか。すごい可愛い。俺は、はい、いいですか。どうぞ。せーの、てれー。なんかこれはほら、火星に住んでるみたいな昔の人がイメージした何でしょ。ちょっと待って待って。え、こんなんでしょ宇宙人って。下手したらですよ、うん、あの日本全国のどっかでゆるキャラで言うかもしれない。くらい可愛い。これはほら征服する気がないもん。ない、そうですね、うん、だから絶対反映しないですよ、征服する気がないから。え、何その考え方、怖。違うよ、もっとその我々人間の一ランク上の、なんちゅうの、そういう征服とか、そう、弱肉強食じゃない、みんなでうまくやっていきましょうか。そうそうそう、シンパシーをね、こう戦う気ないでしょこの人とは。そうですね、なんか何言っても聞かなそうですね。そうでしょ、もう目がどっか行っちゃってます、ね、宇宙人と公園じゃない。わかんない、イメージなんで。あ、でも会ったことないね。でもどっちと、どっちの宇宙人と仲良くなりたいかって言ったら、何でもできそうなのがいいです。うわ、そういうタイプだ。もうなんかもうダメだな。これもすいません、下げてください。いや、ありがとうございます。難しいね。難しい。あ、でもよかった、まだイルカはちょっと超えられた気がします。あ、でもこれは上手だわ。本当ですか、ね、よかったよかった。やったー、よかったね、2連敗か。いや、そんなことないですよ。この形がすごい上手。うん、あ、ぶって。うん、かわいい、うん。よくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんな、うん、あの宇宙につながるあれですけど、はいはい、YouTube ご紹介したいと思いますが、うん、お願いします。じゃじゃーん、空中、ね、あ、ピラミッドは空中浮揚で作られた。あ、出ちゃったね。出ちゃいましたね。これ私昨日衝撃的でした。見た、見ました。ちょっと飛ばしながら見ようかななんて思ってたけど、うん、もうこうやって見てましたよ。いや、すごいんですよ。ううこ、これはもうなんかもう僕はこれ最初は、はい、あのオカルト的な、あ、怖い話。そうそう、とかなんかこううさんくさい、うんうん、あのバシャールっていう、うん、あの宇宙人とチャネルリングできるっていうなんかそういうおじさんの本読んでて子供の頃っていうか、まあ、まあ5年くらい前かな。で、子供じゃないじゃない。いや、まあそうだね。で、それでこいつアホだな、面白いなと思ってふざけ半分で見せた。本、そう、なんか読んでてチャネルリングして、なんだっけな、ピラミッドはどうやって作ったんですか。いや、あれは音の周波数を合わせると、うん、あの石が、何が言いたいかというと、あの石が超重いと、うん、重いのは人間の力で運ぶのが難しいという話で、どうやってやるんですかっていう、宇宙人の仕業なんじゃないかっていう話が、これがもう、なんていうの、もう科学で証明されつつあるという。そうなんですよ。どうよ。マジでびっくり。最初のこの動画の始めって、ちょっとうさんくさいじゃないですか、うん、そうね、スタート。まあ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 。ピラミッドは、なんか空中浮揚で作られたみたいな。うん、はいはいはい、空中浮揚って言葉があるもんね。そう、知れましたよ、ウィキペディア。
そうなの、ね、音のね、うん、こういう周波数によって物が浮くから、それでこう人が軽くいろいろできるみたいな、うんうん、ね、なんかあの一応あの石をね、こう砂をこう丸太をこう転がして運んだんじゃないかっていうのが定説なんだけど、でもそれでも人間の力だけで、だってショベルカーはないし、であんなびっちり名刺1枚入んないらしいですから。そうですよ、もうすっごい綺麗に、あれをカットする技術もすごいし、だからなんかこう非科学的な何かがあったんじゃないかと僕はもうやっぱりそれは思ってるんだけど、でも音で操るっていうのはね、それが実際実験みたいなのが後ろの方にあって、うん、あれ本当びっくりしました。いやすごいよね。すごい。あれやってみたいんですけどって思いましたもん。やってみたいよね。あ、でもなんかさ、あれだよね、超音波でグラスが割れるみたいなあったね。ありましたね。そういうことだよね。そういうことですね。だから音には力があって、うん、そう、超音波。我々がやってる音楽に、ね、人なんていうのは水だから。水をこう転がしていい気分にさせるっていうね、使命がありますね。そうですね。その話で、その超音波か で田中さんがそのイルカの超音波で、うん、そうそうそうっていう話になったんですね。そう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 、そうなんです。いや超音波怖えと思います。見えないからやっぱり音って。そうだよ、いやこれ本当一度10分ぐらいの動画なんですけど、一、うん、回これずっと長いですけど検索して見ていただければ、この熱い感じが伝わると思います。いや本当そうですよ。もうみんなこれを僕こういうの夜な夜な見ながらずっとお酒飲んでベロベロになりますから、ね。いやベロベロになるまでこれおつまみにはならないと思います、ね。いやなる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 。でもでもなんか逃しちゃいけないと思う。あ、まあ確かに、ね。なんか酔っ払うのもったいない気がしちゃいますけど、ね。まあ確かにね。なんかもうこうやってめえどうなってんのみたいな。これ見た後に横側にこんなのもみたいなやつが、そうそう、それなんで、これなんで罠なんですね。それがもう気がついたら5時半とかなってね、やべえって。もう朝、早起きの人と起きてますからね、5時半。そうだね、本当にそうよ。いや、本当、そんな感じですけれども、はい、ぜひぜひ。こういうのがじゃあ好きなんですね。そうなの、もう、でも愛ちゃんも変わってるね。そうですか。なんかこんな、全然俺、惹かれると思ってたよ。はい、いやいや、めっちゃ面白かったです。本当、私全然変わってない。でもみんな、こんな感じだと思います。あ、本当みんな好きかな。みんな多分知らないだけで、うん、ここにたどり着けないだけだと思うんですよ。あ、そっか。普通に YouTube 私もお笑いばっかり見ちゃうから。ああ、お笑いもね、僕も見ますけど。お笑いとモノマネしか見ないみたいな。モノマネ大好き。そうするとモノマネの動画めっちゃ出てきて。マジ？そしたらもうモノマネしか来ないけど、ここに絶対たどり着けなかったと思うんで。でも家に帰ると今これこういうのばっかりですね、今。あ、本当。ちょっと待って、俺今すっげえ気になってるんだけど、あいちゃんモノマネ上手なの、もしや。もの上手ではないんですけど、なんかできるの？お金はごめん、人の番組で振ってごめん。いやいやごめん、よくやってたりしてたんですけどね、うん、それがなんかさ反応が分かんないから、うん、ただ YouTube で、うん、あのローラのモノマネしてるやつ 2個と、あと 中島美嘉の歌ってるモノマネの動画が実はアップされてて、え、本当に、はい、それ何で検索すれば、それなんだろう、多分ローラ愛理で多分2個は出てくると思う。すぐ検索すぐ検索そうで、中島みかんのは、うん、あのライブで歌ったんで、ライブのタイトルがお客さんが挙げてくれたのやつなんで、あ、本当なんかそうなんです。 OK、 わかりました、はい、ありがとう、ごめんね。いやいや全然、進めてください。まあそんなこんなでね、あの音楽の話半分、宇宙の話半分って感じでありましたけど、64だったね。宇宙の方が多かった、多かったね。いやいや、でもあの、ね、ライブハウスで偉い人やってますので、はい、あと2つのバンドもやってらっしゃるので、まあ、うんうん、しかも企画も頻繁に。そうだね。いや、うん、私は絶対できないですけど。楽しいです、毎日。いや、素晴らしいです、うん。近々ライブがあるということで。はい、お願いします。はい、10月の20日、はい、明後日です。明後日の木曜日、桑村タットさんとサルパラダイスさんのツーマンライブが、東新宿真昼の月夜の太陽であるということで、もうこれ絶対来てほしいです。この方はシンガーソングライターとかなんですか？そうです、もうあのおじいさまというか50歳ぐらいの方なんだけど、ヒット曲も何曲も持ってるし、あ、まあ、いろんな楽曲って作家さんもやってて、うんうん、ね、お歌を歌いにバンドでいらっしゃる感じなんですね。そうです、素晴らしいシンガーですから、ぜひぜひ、うん、これはどこかで調べると出てくる、どこかで真昼の月、うん、真昼の月夜の太陽のホームページのスケジュールにも載ってますし、はい、それ調べてきてくれれば、はい、来ていただければ。それとなんと10月31日から
11月6日まで、はい、真昼の月夜の太陽さんの6周年パーティーがあるということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや長く続けるっていうのは大変ですよ。いや本当そうだよね。6周年って結構、まあ6年っていうとたった6年かって思う人もいるかもしれないけど、もうやったものにしか分かんない。6年っていうのは長いよ。内容は、うん、よく頑張ったよ。やるのとやらないのとは人生全然違いますからね。いいこと言うね、アリちゃん。さすがいいこと言うね。酔っ払ってるわけじゃないんですけどね。あ、なんで酔っ払ってるわけじゃないんですけどね。なんかね、そういう風になんか一からライブハウスを始められたっていうことは、今日お話聞いたんですけど、すごい決意だなと思って。そうよ、お金いっぱいよ。お金いっぱいかかって。お金いっぱい。時間もいっぱい。あと仲間もいっぱいだった。それが良かったね。そうですね。でもそれってやっぱ今までやってきた人生の中でのこう、積み上げた人望だったり、そういうのでじゃなきゃできないですよね、きっと。そうだね。みんな助けてくれたからね。本当に。素晴らしい。ソウルパラダイスさんが素晴らしいバンドだからっていうのもありますよ。どうだろう。でもまあ、そうだと嬉しいね。ぜひ見に行ってほしいです、私。はい。20日ぜひ来てください。はい。よろしくお願いします。あとはお知らせありますか？お知らせ？いつ飲み行く？いつ行きますかね。ないです、お知らせは。いや、なんか、そうですか、うん。飲みに行くのいいですよね。いいね。何が好きなの？この間行ったんですけどね。この間北海道料理でしたね。あ、そう。北海道ね。北海道出身だもんね。北海道出身で。あれ、どちらでしたっけ？何が？出身。僕、東京の荒川区なんです。あ、好きですね。いや、でも育ちは、小学校ぐらいから父親がサラリーマンで、いわゆるこうベッドタウンというか地方に一軒家買ってみたいな感じだったので、つくば市、茨城県のつくば市で育ったんですけど。方言は出ないですか？方言はあ、でも元々地元の人はやっぱなまってる人もいたけど、そういわゆるさっきも言ったけどベッドタウンで、みんなそこは東京から来た人だったから、なまってる人はあんまりいなかったんだよね。そうなんだ。北海道の訛りはあるの？北海道の訛り、そう、実はですね、さっきこれのね、これを見てたんですけど、これ昔から使ってるボードで、これに昔北海道弁講座っていうのを絵心の前にやってて、残ってたんですけど、はいはいはい、何でしょう？北海道の表現っていうのはね、見てください、これこんなにあるの、あ、分かった、こんなに北方言があるんですよ。とりあえず恥ずかしい、見たくない、ショッピング、そう、すごいね。とりあえずご紹介したやつがこれで、これはどんな意味でしょうみたいなやつを昔、あ、なんか出てきた、すいません、あったんですけど、これは昔の YouTube 見ていただければ。え、全部わかんないよ。本当ですか？あ、イズイはわかるよ、なんかこう、イズイ、なんかイズイっていう、わかるわかるわかる。あ、でも普通に使ってたものだったんで、あ、通用しないんだなっていうのがありましたね。そうだね、全部通じない。チョスって何？チョスです。チョス。チョスって触るってことです。物を、そこチョスんじゃないとか言われる。へえ、そんな目ばっかチョしてたらあんたって目に出してるよっていう。へえ、面白い。そうなんですよ。面白いね。骨が残ってたんで、ぜひね。これもあれアーカイブっていうかあるんですか？見れるんですか？あります、あります。リラックストリームで、昔のなので。2年ぐらい前ですかね、これ1日に、まあ、2個かそれぐらい出演者の人にクイズを出して当ててもらうっていうゲームみたいなのやってたんで、当たらないでしょ、これすごいね。でもヒントがあるんで。ああ、なるほどね。でおっちゃんことかもね。おっちゃんこってなんかちょっと卑猥な言葉ですか？そんなお昼にやりませんよ。そうだよね。おっちゃんこも座るってことなんですけど、あ、かわいらしい。ちゃんとおっちゃんこしなさいって、あ、子供に。かわいいね。そう、まあそんな、なんかおっちゃん。おっちゃん。はい、みたいな感じでありますが、はい、ぜひよかったら過去の放送も見ていただければと思います。ね、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、もう45分経っちゃったんですけど、はいはい、どうでしたか？楽しかった。楽しかった。また来週も来ていいですか？来週もやってないんですけど、私。来週やってない。いつですか？必ず来ます。次が、必ず、本当ですか、来てください。来ます、来ます。次がですね、11月15日。マジ？はい。あ、来ます？本当？行く行く行く。誰決まってんの？マリーちゃんが。あ、もう絶対行く。じゃあマリーちゃんと田中さんのゲストで、じゃあやりましょう。まずいよね。まずくない？またおじさん出てるよみたいになったら。また宇宙の話してもらって。そうだ、ざわざわ。
はい、ぜひぜひ全然あの来ていただくのには嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんも11月15日あのこちらで観覧できますし、あとはチャットでも入っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は TV ライブオンラインが目黒駅から全国に向けて配信する参加型公開生放送番組です。放送中は先ほども言いましたがこちらで見れますので、このなんか何とも言えない空気をですね味わっていただきたいなと思います。場所は JR 目黒駅から徒歩2分のキッチンバシー目黒茶屋さんです。毎週火曜日午後4時スタート、リラックストリーム第3週目のナビゲーター、私宮武じゃないや、ときめきエクスプレスのボーカル愛理がお送りいたしました。本日のゲストは田中圭一郎さんでした。ありがとうございました。ではまた来週もお楽しみに。 See you next week. バイバイ。